はい、皆さんこんにちは。 Welcome back to my channel。 今回は龍馬さんをインタビューしました。龍馬さんは日本語教師だけじゃなくてアーティストとしても活動しています。英語とスペイン語がペラペラで、スペイン語と日本語でレゲトンというジャンルの歌を作ったりしています。この動画では言語だけじゃなくて海外に行って変わったこと、海外で感じたカルチャーショックなどについても話します。これから日本人といろいろなトピックについて話している動画をいっぱいアップロードする予定なので、日本人同士の会話が聞きたい人はぜひチャンネル登録してください。日本語の字幕もあるので、字幕なしで聞き取るのが難しかったら字幕を見ながら会話を聞いてください。では早速始めましょう。はい、皆さん今日は龍馬さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。皆さん、龍馬です。はじめまして。はじめまして。はい。ちょっと簡単に自己紹介していただけますか？はい。名前は龍馬です。28歳です。千葉出身です。千葉は東京の隣ですね。そして、海外に7年ほど住んでいました。アメリカとメキシコとコロンビアに住んでいました。はい。そして今はコロナで日本に帰ってきました。その前はコロンビアに住んでたんですよね。そうですね。コロナの前は。コロンビアに3年、はい、住んでいました。龍馬さんのアイトーキーのビデオを見たときに、あれ、この人日本人かなって思うぐらい英語が綺麗すぎてびっくりしました。本当にありがとうございます龍馬さんはいつから英語とスペイン語を勉強してるんですか？英語は、実はお父さんの家族がひいおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんのお父さんお母さんですね。ひいおじいちゃんおばあちゃんが、日本からアメリカに引っ越したんですね。もう昔ですね。もう昔、はい。はい。そして、おじいちゃんはカリフォルニア出身です。はい。でも、戦争があって、大変な時だったので日本に帰ってきました。でもなので、はい、小さい頃からそのお父さんの家族はちょっとアメリカの文化があって、みんな英語が話せるんですけど、はい。そして、まあ、お父さんは日本人です、ね、日本で生まれました。でも、お父さんもお母さんも英語が好きで、アメリカに4年くらい住んでいたので。なるほど、なるほど、はい。そういうことで私も、まあ子供の時 そんなに英語は話せませんでしたけど、まあ、よく聞いてたので、発音の練習はよくしました。それで、はい、あとで大学はアメリカに行きました。すごい。大学アメリカのどこですか？アメリカのニューヨークに行きました。4年間？1、2年は実はちょっと変なんですけど、1、2年はアメリカの大学の日本キャンパスに行きました。おお、なるほど。東京にあるんですけど、はい、はい、でもアメリカの大学なので全部英語で。すごい。それ、はい、それで3年生4年生は、ニューヨークに行って、で2年でそこは2年だけ卒業して、はい、それが英語ですねなるほど。だから小さい頃からずっと英語を聞いてたので、はい、そんなに発音が綺麗なんですね。発音はそうですね、はい、それが大きかったと思います。で、子供の頃から英語を話してたんですか？いいえ、話すのは全然話してませんでした。全然です。
本当に発音だけです。例えばなんか fire とか、うんうんうん、なんか water とか water めっちゃ綺麗もう、うん、そういうもう本当物とか動物とかの発音をお父さんに教えてもらって、うん、それでしていました。で英語を実際に話し始めたのは何年前ぐらいですか？何年前かな、うん、大学からですね。なので、うん、9年前ぐらいですかね、うん、9年、10年前。でそこから少しずつ話せるようになったっていう感じですか？はい、そうですね、はい、でも最初は大変でした、本当に。そうですよね、はい、大学の授業を日本語で受けるのも難しいのに英語で何かを学ぶって絶対難しいですよね、うん、はいはい、そうですね、大変でしたね。だからあまり勉強はしなかったか、うん、英語はたくさん勉強しました。英語は、はい、でも大学で、はい、社会学部だったんですけど、はい、社会学のクラスは勉強、まあ、まあまあしましたなるほどなるほど。スペイン語はどうですか？どうしてそんなにペラペラなんですか？スペイン語は、全然知りませんでしたね、はい、うん、日本でスペイン語を話す人ってあんまりいないですよね、はい、全然会ったこともなかったですけど、ですね、はい、ニューヨークに行って大学で、ボランティアのサークルに入ったんです、うん、でそれが、ホンジュラスという国、うんうん、メキシコの下のホンジュラスのボランティアのグループで、学校を作るっていうボランティアだったんですね、はい、それに入ってで実際に行ったんですホンジュラスに、うん、でホンジュラススペイン語なんですけど、もう何にもゼロゼロゼロ何にも話せませんでした本当にオラハポネスだけぐらい、本当にそれだけ、それだけで、それで、でも行って、本当に貧しい国なんですけど、うん、学校に行けない子供がたくさんいて、うんうん、家もなかったり、食べ物もなかったり、うん、そういう国で、それでもみんなハッピーなんですよね。すごいハッピー。本当にハッピーで、例えば私折り紙持ってって鶴とか飛行機とか作ってあげたんですけど、もうみんなもうありがとうって、折り紙だけで、それとかもうわあ、なんてハッピーな人たちなんだって思って、うん、すごい、なんだろう、私がボランティアで行ってたんですけど、うん、すごい教えられた感じがあって、それでも、学校がないと、うん、ホンジュラスはギャングがたくさんいて危ないんですけど、うん、みんな学校がないと何がいい何が悪いってわからないんですよね、子供は。なのでギャングに入ってしまう、もうすごい悪いこのサイクルがあって、はい、それで、ああもし私がスペイン語話せたら、うん、もっとこの子供たちのために何かできると思ったんですよ。なるほど。それで、はい、そのホンジュラスからニューヨークに帰った後、うん、大学でスペイン語のクラスを取り始めました。うわ、始めた理由が
すごいですね。始めた理由はそんな感じですね。すごい、今鳥肌立ちました、本当に聞いていて。そう、ありがとうございます。あの、日本で生まれて育つと、そうそう、全然周りに貧しい状況もないし、貧しい人もいないし、わからないじゃないですか。うんうん、本当にわからなかったですね。私もメキシコに住んでいる時に、本当に子供が道路で働いてるんですよね。あの、うんうん、すっごい暑い中、あのスポンジとペットボトルを持って、うん、もう車が止まった瞬間にみんな車に走ってきて、窓をきれいに掃除してるんですけど、もうまだそれ午前とか午後の、ま、そうですね、1時とかなんですよ。午前中の、平日の午前中に道で働いてるんですよね。そうですね。そうしないと生きていけないんですけど、うん、本当にそれを目の当たりにして初めて、どれだけ日本が豊かな国で、どれだけ恵まれていてっていうことを気づきましたね。うん、はい、ね。でもさっき龍馬さんが言ったように、それでもみんな本当に幸せそうなんですよ。うん。それでもみんなすごい笑ってて生き生きしてるんですよ。そうですね。ねえ。はい、あ、びっくりでしたね。すごい衝撃でした。うわぁ。で、それからスペイン語を勉強し始めて。そうですね。もうモチベーションは本当にだから高かったですよね。もう。ホンジュラスは4回行ったんですけど、はい。その大学3年生の時に初めて行ってから、うん、毎年か毎回の休み、夏休み、冬休みで行ったんですけど、うん、その行くたびに、自分のスペイン語のレベルがちょっとずつ上がっていて、うん、もっと話せるようになりたい、もっと、なんだろう、わかるようになりたいっていうモチベーションがすごい高かったので、それでたくさん、うん、まあ勉強して、うん、そうですね。そしてスペイン語の音楽がすごい好きになって、うんうんうん、それたくさん聞いて、それですごい練習して、そうですね。それで大学の後、私もメキシコに引っ越して、メキシコで1年、英語と日本語の先生をしました。メキシコのどこですか？メキシコのサンルイスポトシっていう街、はいはいはい、知ってますか？あ、私行ったことないんですけど、すごく自然が綺麗で、ジャングルみたいなところって聞いたことがあります。そうです、そうです、その町に。え、ミキさんはどこに住んでましたか？グアダラハラっていう町に。あ、いい。住んでました。行きました。あ、本当ですか？あの、そうなんだ。どれくらい？ 10 ヶ月ぐらいですね。メキシコいいですね。はい。食べ物が美味しいし。はい。食べ物美味しいですけど、はい、あの、屋台のタコスを食べて、お腹壊して、すごいことになりました。あ、そうなんだ、はい。それでもしょっちゅう私もありました。食中毒。そうですよね。多分日本人のお腹って弱いんだと思うんですよ。弱い。もう日本は綺麗な食べ物がたくさんあるから、みんなちょっとベイビーストマックで。ベイビーストマックですね。免疫が弱いんだと思います。そう思います。うん、はいはいはい。ね、本当にでも、メキシコでもいろんなことを教えられましたね。あの、ラテンアメリカって、まあ、コロンビアとかホンジュラスとか行ったことないからわからないんですけど、うん、人と人とのつながりがすごい強いなってメキシコで感じました。そうですね。うん。なんかコミュニティが強いなって感じました。うん、どうでしたか？ホンジュラスに行って感じましたか？はい、そう思います。うん、本当に、はい、誰にでもこの愛をくれるというか、日本人ってちょっと、うん、日本人はすごい優しいですけど、うん、やっぱ最初はすごい壁があると思うんですね。特に東京、うん、特に東京は、大阪は多分また違う文化が
あると思うんですけど、特に東京の人ってやっぱり知らない人だとちょっと壁があるというか、まあ、シャイだったりもするんですけど、ラテンの人は本当誰でも愛を持ってオープンに接してくれるので、それはすごいありがたいですよね。外国人からしたら本当にありがたいですよね、うん、嬉しい。本当に何かあったら絶対誰か助けてくれます。その人のこと知らなくても何か困っていたら絶対に誰か来てくれるんですよ。で、まあニュースとかで見ると、あ、メキシコってすごく危ない国なんじゃないのとか、大丈夫とか、人のことあんまり信じちゃダメだよとか言われてたんですけど、まあ私も行ったことがなかったので全然分からずに行ったんですけど、まあもちろんスリとか日本よりありますけど、うん、でも本当に人が温かくて、なんて言うのかな、なんかもう愛のお風呂って感じでした。なんか言い方ちょっとおかしいんですけど、すぐ話しかけてくれますよね。はい、どうしてメキシコに行ったんですか？はい、聞いてはいけない。全然聞いてくれて全然いいんですけど、特に理由がないんですよ。あ、そうなんだ。特に理由がなくて、それまでヨーロッパに行ったことがあって、アジアもいくつか行ったことがあったんですけど、まあ、スペイン語が話せたんですね。スペインに留学してたので。で、そうなんですよ。で、スペイン語話せるし、なんかすごく、ね、南米楽しそうと思って、中南米楽しそうだなと思って、日本語教師の仕事を探して、たまたま見つけたのがメキシコの日本語学校の仕事だったんですよ。へー。でもこれ、グアダラハラ。そうですね。でもこれ行ってみようと思って、そんな軽い感じで行きました。でも全く同じですよ。そうですか？私もメキシコのサンルイス・ポトシーも仕事探してて、うん、たまたま見つかったのがそのサンルイス・ポトシーの、学校で、うん、もうここでいいや。似てる。はいはいはい。そう。で、みんなによく、そんな軽い感じでメキシコに行ったの？って言われるんですけど、結構私も直感で行くタイプなので、うん、同じですか？直感で行くタイプですか？同じですね。まあ、あんまり心配はしませんね。そうですよね。まあ、なんとかなるだろうっていう感じで。なんとかなるんですよ、本当に。助けてくれるんですよね、はい、誰かが。はいはい、そう思います。で、りょうまさんにもう一つ聞きたいことは、日本から出て、いろいろな国に住んでみて変わったことってありますか？変わったこと、なんか自分の考え方とか、はい、はい、さっきまあちょっと話しましたけど、やっぱりボランティアをして、そう、貧しい人を見て、だいぶ変わりましたね。実はまあ、ミクさんも言ってましたけど、日本ってやっぱりあんまり貧しい人見ることはないし、道で食べ物くださいとかお金くださいっていう人は日本ではもうめったに見ないですね、うん、なので子供の時からマイケル・ジャクソンが好きで、うん、マイケル・ジャクソンはボランティアとかそういう子供たちのためにっていう活動をしてて、なんか自分も貧しい人をハッピーにしたいって思ってたんですよ。なんか貧しい人はハッピーじゃないって勝手に思ってたんですよね。でも実際に行って、ホンジュラスに行って、全然もう私の考えはもう全然違いましたね。みんなめっちゃハッピーすごいハッピーって思って、逆にお金があって、うん、もう新しいもの欲しい、あ、これも欲しい、これも欲しい、それの方が心が貧しいなってすごい
それをホンジュラスの人たちに教えてもらって、はい、それからそうですね、あんまり物が欲しいっていう気持ちが人よりないと思います私は。そうですよね、日本って本当にみんなたくさん物を持ってるし、お金はあるけど時間がないし余裕もないと思うんですよ。で、まあ、人にもよると思うんですけど、そういうメキシコとかラテンアメリカの国に比べたら人と人とのつながりが弱いと思うので、なんか日本に帰ってきて逆に、まあ、逆カルチャーショックになったこともあります、私は。ああ、わかりますね。わかります、はいはい、わかります、わかります。あ、どうですか、龍馬さん、今逆カルチャーショックですか？まあでも、もう、まあ7年外に住んでて、まあほぼいつも毎年帰ってきてたので、うん、うん、まあいつも帰ってくるといいことも悪いことも何かありますよね、うんうんうん、そうですよね、まあ、でも今帰ってきてすごい思うのは、まあコロンビアに住んでて、みんなにどこ出身ですかって聞かれて、日本って言うと、日本すごいってみんな言ってくれるんですよね。で、多分自分の心の中で、おー、日本すごいじゃんってちょっと多分なんか調子に乗ってたと思うんですよ、うんうんうん、コロンビアとかもう問題がたくさんあるし、政府は問題が本当にたくさんあるし大変なんですけど、うんうん、それで日本すごいって言われてたから、あ、日本はすごいんだってちょっと思ってたんですよ、うんうんうん、それで日本に帰ってきてコロナで、うん、日本まあすごいけど問題たくさんあるってすごい思って、政府もそうですけど、うん、お金もまあもちろんコロンビアとかメキシコとかに比べたらみんなあるけど、うん、ないですね実際日本でいい生活するには本当にお金が必要、うん、でもみんなもうギリギリですよね、本当にアパートのお金とか子供がいたら子供のお金とかも全然余裕がないなって今回帰ってきてすごい思いました、うんうん、そうですね、あの仕事にもよりますけど教育費にお金がかかるんじゃないかなと思います、うん、本当に。そうですね、で教育費にお金がかかるから子供を産まない選択をする人が増えて、うん、少子化になってしまってそうですね、もう悪循環、うんうんうん、すごい、まあ自殺率とかも高いじゃないですか、うん、本当にそうですね、うん、どの国にも問題はあると思います、うん、で逆に日本に帰ってきて日本って本当にいいなって思うのは、まあホスピタリティすごくいいですよね。そうですね、うん、あのまあそれも見方を変えればやりすぎでちょっと機械的に見える、無理やりしてるように見えるっていう意見もあるんですけど、でもあのまあ2つあると思うんですね、無理やりしているホスピタリティと、もう一つは本当に心からの思いやりがあると思うんですけど、うんうんうん、心からの思いやりを感じる時もよくあるんですよね、うんうんうん、それをまあ本当に優しい日本人優しいなって思う瞬間は結構ありますね。ありますね、うん、あとは車が止まってくれる、うん、コロンビアは車は絶対に止まりません絶対に止まりません。例えば信号がないところで、
人がここにいたら、うん、日本は車止まって、あ、どうぞって言ってくれますよね。はい。コロンビアは絶対ありません。絶対ない。車が絶対通る。だから、車がたくさんいるとき、うん、どうするんですか？渡れない。本当に渡れない。はい、時々、本当に時々、うん、止まってくれます。そしたらもう、ありがとうございます、もう、それだけでもうハッピーになる。本当ですか？はい。コロンビア人、ちょっと面白いですね。その、優しいけど、うん、車の時だけなんか人が違う。みんなストレス溜まってるんですかね。そう、はい、渋滞がすごいんですよね、ボゴタは。あ、なるほどなるほど、はい、だからだと思います、うん、あのサンルイスポトシーに住んでた時どうだったかわからないんですけど、メキシコって日本みたいにちゃんとバス停がなかったんですよ。あ、そうですね。で、バス停で待ってても、バスに乗ってる人が多かったら、止まってくれないんですよ。ああ、はい、はいはい。そう、同じでした？同じでした。で、私、あの、そのバスがね、多分15分に1本とかで、もう4回ぐらいスルーされたんですよね。うんうん、4回ぐらい。でも、これ、次のやつ乗らないと、仕事に、1時間ぐらい遅刻しちゃうっていうので、もうなんか体で止めようとしたことあります、私。ストップみたいな。危ないですけど。でも本当にそんな感じですよね。大阪だったら信号を守らない人たくさんいるんですけど、基本的に。そうなんだ。大阪人信号守らないですよ。大阪本当ちょっと日本じゃないんじゃない？もうノリが全然違いますよ。え、そうですか。はい、うん。この間テレビで見てたら、なんか大阪の人は絶対ねぎる。はい。って言ってました。ねぎりますね。買い物に行ったら絶対安くしてください。絶対他の町の人しない。そうですね。大阪人は昔から商人の町なので、もうコミュニケーションなかったら、ね、物が売れないし、面白くなかったら買ってもらえないから、本当にコミュニケーションが大事だったんでしょうね、きっと。ね、確かにちょっと大阪人頭おかしいって言われることよくありますね。そうなんだ、大阪行ってみたいですね。全然行ったことないんです、実は。え、そうなんですか。はい、残念ながら。行きたい、本当に行きたいです。あのお笑い大好きで、はい、日本の、はいはい、でも関西弁にもう憧れがずっとあって。そう、なんか外国の方も関西弁好きみたいで、はい、よく関西弁教えてくださいっていうメッセージが来たり、リクエストが来たりしますね。でも需要あるのかなと思って。あります。しかも外国人が関西弁で話してたら、もうそれだけでもう面白い、ね、そうですよね。もう、うん、もうそれで人気になれる。絶対。千葉なんてもう中途半端な、もう何もない。ディズニーランドがある。そうですよね。でも千葉にディズニーランドあるのに、東京ディズニーランドってなんか東京に取られてますよね。そうなんですよ。成田も千葉にありますよね、あれ。東京に取られてますよね。そう、なのに東京インターナショナルエアポートになってる。龍馬さん、これも初めて話したっていう感じじゃないぐらいフレンドリーで、すっごい話しやすいんですけど。同じ。あ、そうですか。なんていうかな、壁がないですね。そうかも。しないですね。でも、ちょっと敬語が苦手で、うん、日本で仕事したことがないので、それがちょっと問題ですね。今、日本にいて。はい。まあ、コロンビアでもあったんですけど、時々日本の会社の、はい、社長さんとか、
はい、大使館の人とか会う機会があったんですけど、そういう時もう本当に緊張しました。全然敬語ができなかったんで、普通の敬語はできるんですよ。マスです、はい、でもそれより上ができなくて、だからこうやってフレンドリーな人の方が絶対話しやすいですね。なんかフォーマルに来られちゃうと、はい、もうあやばい、あフォーマルできない、どうしようってなっちゃう。本当に普段カジュアルすぎていきなりフォーマルに切り替えられないですよね。はいはいはい、そうなんですよ。わかります、その気持ち。練習したいなと思っています。で、あの龍馬さん前に音楽活動もされてるって言ってたと思うんですけど、どんなことしてるんですか？音楽は、スペイン語と日本語で歌っています。スペイン語で歌ってるんですか？はいはいはい、スペイン語と日本語で、レゲトンを歌っています。英語と日本語かなと思ってました。スペイン語なんだ。あいえ、まあ、英語も時々言葉は入れますけど、はい、メインはスペイン語です。それでスペイン語がメインで日本語を入れて、全部作曲されてるんですか？作曲はできないですね。あのプロデューサー、その音楽チームがいて、うわすごい、はい、そのビートを作ってもらって、はい、で作詞は、はい、まあ、一緒にしてもらって、まあスペイン語話せますけど、歌を一人で全部書くのはまた違うレベルなので、はい、一人で全部はちょっとまだ、できないので、それはすごい助けてもらって、で、あここに日本語のこの言葉入れたいとか、あ、うん、ここは日本語で歌わせてとかいろいろ言って、まあ、メロディーも出してそれで作ってます。すごい。いや本当に日本語教師がメインじゃなくて、まあ、アーティストメインで活動されてるんですよね。できたらいいですね。はい、今はコロナなのでちょっとできてないですけど。いつからその音楽活動されてるんですか？もともとコロンビアに行った理由が音楽のためだったんですよ。そうなんだ、はい、はい、メキシコの後、メキシコまあ1年住んでスペイン語が話せるようになって、うん、それで、まあ、音楽はもともと子供の時から音楽大好きでずっと歌手になりたいって思ってて、うん、でも日本語で歌う、まあ、ちょっと英語で歌ったりだけでしたね、うんうん、スペイン語で歌おうなんて全く考えてなかったんですけど、メキシコの後にモロッコに行ったんですね。あの旅で、はい、はい、それでモロッコに行った時にプエルトリコ人のグループに会ったんですよね、うん、それで2週間ぐらいモロッコ旅してプエルトリコ人とすごく仲良くなって、うん、でレゲトンはまあ、プエルトリコから来た音楽なんですけど、ラテンアメリカで大きくて、レゲトンの古い曲をたくさん教えてもらったんですよ、うん、それですごい好きになって、でプエルトリコに遊びに行ったんですよ、その後、うんうんうん、でその時に歌えたんですよね、何曲か、はい、それでみんな日本人がスペイン語で歌ってるってなって行った時に、はあ、これやりたいって思ったんですよ。この、あ、これ新しい、これ変だけどまだ誰もしてない俺がやるって思ったんですよ。日本人でスペイン語で歌ってる人聞いたことないです。サルサとかはいるんですよ、うんうんうん、サルサとかバチャータとかは日本人で歌ってる人いるんですけど、うんうんうん、レゲトンはまだ有名な人は誰もいないので、はい、あ、これがやりたいって思って、
で、プエルトリコもそうですけど、コロンビアは今、レゲトンが一番人気なところなので、そう、それで、あ、コロンビアに行こう、音楽するって言って、日本、その時、一回メキシコから日本に帰ったんですけど、もう、仕事も見つけず、コロンビアまでのチケットを買って最高、はい、お父さんとお母さんにコロンビア行きますって言って、どこコロンビアどこコロンビアどこそういう、まずそうそうそう、そんな感じでいや、リョーマさん本当に面白いですね。いや、ありがとうございます。いや、こんな人いないですよこんな人なかなかいないですよ、本当に。そうなかな。いや、もう iTalkie のビデオを見たときに英語とスペイン語ペラペラだなって思ったんですけど、なんかこの人絶対面白そうだなと思ってありがとうございます。いや、だってよかった。まあ普通ってないと思うんですけど、うん、まあ、日本って結構、まあ、大学卒業したら就職して家庭を持ってっていう、まあ、そうですね、そういうレールみたいなものがあるじゃないですか。リョーマさんは昔からそれがなかったんですか？それともどこかで、あ、もうなかったですね。なかったんだ。へえ。はい。あんまり、そうですね。なんか多分それはお父さんがそういう感じなので、素晴らしい。お父さんも、はい、日本で。いい会社に就職したけど辞めて、うん、スキーのインストラクターのアルバイトして、うん、それでアメリカ行ってっていう、はい、結構そういう感じなので、わ、素敵。それが、はい、多いのかな、はい、あんまり日本でいい大学行きたいとか、うん、まあ、多分ちょっとは思ったと思うんですけど、あんまり思わなかったですね。うわ、そうそう、なんか海外に行って、まあ、その自分の人生に対しての考え方が変わって、自分が本当にしたいことを見つける冒険に出る人が多いと思うんですよ。うんうん。ああ、龍馬さんの場合はもう子供の頃から自分はこれがしたいとか、そういうものを持って自分の道を歩いてきたんですね。じゃあ、そんな感じかな。へえ、ですね。最初2年学校で働いてたので、全然音楽活動はできなくて、2年契約が終わってからしたので、うん、多分1年、あ、でももうコロナで1年経ったので、2年前、うん、2年前に初めてのオリジナル曲作りました。ええ、ね、それはどこかで聴けますか？あ、YouTube で、はい、その PV はあります。コロンビアのビーチで撮った。コロンビアのビーチで、はい、そのリンクを下の概要欄に載せておくので、皆さん、ありがとうございます。ぜひ聞いてみてください。私も聞いてみます。お願いします。お願いします。あと、他の曲も Spotify とか、はい、Apple Music とかにありますので、はい、もしよかったら。はい。いや、そういう曲作るの大変ですよね。そうですね。でも楽しいですね。すごい。まあ、それも曲作るのが大変、まあ大変ですけど、うん、それよりも、うん、人との、うん、相性が大変です。その曲ってもちろん自分でアーティストで自分でプロデューサーで全部自分でできる人は、まあ、他の人がいらないですよね、うんうんうん、でも私は歌うだけ楽器ができない、うん、プロデュースもできない、作曲もできないので、チームがいないとできないですよ、うんうんうん、でもやっぱそのチームを見つけるまでもう本当に大変でしたね、相性もあるし喧嘩もしたし、うん、裏切られたりもしたし、嘘つかれたこともあるし、そうだったんですか、はい、うん、それはそうですね、まあチームというか何人か、うんうん、一緒に曲作ってくれるプロデューサーはいて、はい、はい、
じゃあまあコロナで今は活動ができないですけど、コロナが終わったらまた活動を再開されるんですか？そうですね。まあでも曲は、ビデオはちょっと撮れないですけど、曲は、はい、あの続けて作ってるので。なるほどなるほど。じゃあもう全部のリンクを下に載せておくので、はい、皆さんぜひぜひ聞いてみてください。あのスペイン語圏の方も見てると思うので。はい、あ、最高ですね。はい、スペイン語圏の皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、ちょっとスペイン語で話してサポートしてください。スペイン語で言ってみてください。それあの。あ、そうですか。はい。Bueno, entonces, yo soy profesor de japonés, pero aparte de la enseñanza en japonés, también hago música. Canto reggaetón en español y japonés. Así que, si te interesa, por favor, sígueme en Instagram y escucha mi música en Spotify, Apple Music y así. Muchas gracias. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sugoi. 発音綺麗ですね、やっぱり。なんか日本人の発音じゃないですよね、もう。なんか音楽のおかげだと思います、本当に。これ、日本語の学習者にも言えると思うんですけど。うん、はい。なんか、本当、私の場合は、スペイン語も英語も、本当、たくさん聞いて、音楽聞いて、歌詞を見て、うん、もう、意味わかんないけど、とりあえず歌う。そうすると、もう頭に音が入ってきて、うん、あと口が勝手に動くようになるんですよね。ずっとやってたら。はい、なので日本語もすごい聞くのは、すごい大事だと思います。聞いて言うっていう。繰り返し。そうですよね、そうですよね。あの、うんうん、歌が上手な人って言語も上手って聞いたことがあるんですけど。そうなんだ。そうそうそう、絶対そうだと思うんですよ。耳がいいんですよ。なんか発音とかもすぐ真似できるんですよね。スペイン語はたくさん聞いてたくさん話してペラペラになったんですね。そうですね、ミスを恐れず、もう間違えてるのも最初は分かってましたけども、はい、関係ない、もう話す話す話すっていうだけでした、ね、はい。ああ、すごい。わあ、本当にいい話が聞けました、最後の最後にも。ありがとうございます。はい、いや本当にありがとうございました。もう1時間すぐ過ぎちゃった。こちらこそありがとうございました。いや、私本当に楽しかったです。あの日本語の話とか、まあ、言語の話もしようと思ってたんですけど、なんかいろいろ龍馬さんの人生の考え方とか、あのどうしてスペイン語を勉強し始めたかとか、まあ、音楽の話とか、うん、いろんな話が聞けて、本当に今ね、あの録画してること本当に忘れてました、私。普通に話してました。大丈夫かな、早かったかな、話すスピード。いや本当に良かったです。大丈夫ですか。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。みくさん、ぜひぜひ龍馬さんの音楽を聴いてみてください。よろしくお願いします。はい、またね。またね。